お疲れ様です。今回はですね、賭博についてちょっとお話ししてみようかと思います、えー。何を隠そう、隠さなければ。私もね、随分前ですけども、広島市中区本通り8-24で、麻雀店の経営をしておりました。麻雀店の経営っていうのはね、まさに賭博会長取りなんですよ。どういうことかっていうと、公営ギャンブル以外、 お金をかけてててやる遊っていうのは禁止されてますよ、ねまあもちろんこれ法律違反ですだから友達とじゃんけんポンして昼の弁当代をかけるこれだって立派な賭博会長取りなんですよ賭博会長取りっていうのはねこの右側に書いてますけどもこういう風に書きます一体どういうことかっていうとねギャンブルっていうのはその場を買い場した人ですね つまり、会長した人に対して、罪が及ぶわけですよ。爆地場ですよ集まってくださいってやるのがダメなんですよ。基本的に、その爆地に参加した人は、まあ基本的にはね、まあ逮捕されたりとか、裁判になったりとか、起訴されることはないんですよね。でも、やっぱり実際に、麻雀店を経営していて、私の店ではなかったんですけども、深夜営業している店でね、まあお金かけてやってるわけですよ。 まあそこに内定操作が繰り返されて、あ、これはお金をかけているね、かけさせているねってことで、急にね、店内にいるおまわりさんが、こう、覆面を外して立ち上がってね、皆さん動かないでくださいっていうことがあるんですよ。そうなるとまずは賭博会長取りで、お店が基本的に2ヶ月ぐらいね、営業停止になるんですよ。で、2ヶ月ぐらい営業停止になったら大体その店潰れちゃうんですよね。だから見せしめ的な嫌がらせ的な、 ことかもしれません。で、お客さんはっていうと、事情を聞くためにね、いくらかけていたのかとか、どのぐらいいつもお客さんがいるのっていうふうに、聞き取りのために、まあ一晩なり二晩なり、もしかしたら交流されたりね、牢屋に入れられないまでも、事情を聞くためにそのまんま連れていかれることがあります。次の日の朝とかね。それから後日また来てくださいって形で、口裏を合わせないという前提をもとに、えー、後日呼ばれることもあります。 でもお客さんが何かね不利益を被ることはないかなと私の実際にマージャン店経営の中ではずっと見ておりました結局お客さんが逮捕されたりなんとかっていうことはなかったりお客さんは罰金を払ったりっていうことはないですでお客さんの方もねお店のファンですからこんなこと捕まえに来んなよとか言って警察官に食ってかかったりとかねしてくれてで不適されながら長所に応じたりとかっていうのでうんまあ じゃあいいですよ帰ってくださいみたいな感じでまあ穏便にっていうかねお客さんに対してあんまり、えー、怖いことはないみたいですねでここまででわかるのは賭博会長取り財っていうのは要するにギャンブルを取り締まる法律っていうのはあくまでもその場所を提供した人ね要するにそれを経営としてやっているお店に対しての罰なんですよでお店は当然制裁を受けます営業停止とかね一時 えー、もう営業しちゃいけませんよみたいな感じで、処分を受けます、でも、数ヶ月したらやっぱりやってたりとか、まあ、ひどい時にはね、じゃあ、商売やめますって感じでやめたんだけどもあの、同じような人がね、名前を変えてまたね、同じ場所で、同じようなルールで麻雀店が復活するみたいなことも結構あるんですよね。だから、お店の名前変わったねぐらいで、まあ、ほとんど同じっていうことがまあ現状ですね。 ただやっぱり問題は、営業停止期間1か月でも2か月でも食らっちゃうと、大抵のね、マージャン店ってカツカツとかでやってますんで、もうそれでジエンドなんですよ、資金的に尽きちゃって。で、従業員の方も結局、日銭なんで食っていかなくちゃいけないんですよ。で、今日の稼ぎで食ってる人ばっかりですからね、そうなると、営業停止が1か月とか2か月になると、もう他のマージャン店に勤めに行くか、これを機会に足を洗って、別の商売にね、バイトとかに行っちゃうわけですよ。そんな感じで いわゆるガサが入ると、誰もいい思いをしないんだけども、店だけなくなるみたいなね、ことがあります。でもなんでそれをやるかっていうと、やっぱりね、定期的にそういうことをして、俺たちは働いてるんだぞっていうふうなポーズを見せないといけないんじゃないですかね。で、まあ私はそうやって麻雀店の経営をする中で、実はね、本当の闇ギャンブルとか地下カジノってのは結構ね、耳に入ってきて、噂には聞くんですよ。 で、そういったところを経営してる人とかもうちのマージャン遊びに来てくれて、まあね、興味ある人いたらうちに連れてきてよみたいな感じになるんですよね。で、実際そういったところって、あの、一晩で数百万動きます。お客さん一人の財布にしても、だいたい10万円以下しか持ってない人って入れてくれません。ね、4,50万あって、それがなくなっても文句言わない人。 ね、次の日もまた4 5 0万買えてくるようなそういったいわゆる遊び銭あぶく銭を持ってる人だけなんですよでそういったところではねガン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 お金が回ってますでそこの摘発っていうのはねなぜかされないんですよで私が教えてもらったのはそこでの売り上げの一部を、まあ、警察の生活安全課のとある人に渡している渡し続けているから思いこぼしがあるんだよとガサが入る時もそういう風なお金を ずっと警察に出してる人については、事前に情報が入って、その日はね、店を休みにしとけよ、みたいな感じで見打ちされるらしいんですよ。まあ、そういった出来レースがあったかなっていうのをずっと見てました。さあ、そして昨今なんですけども、インターネットでね、カジノをするっていう例があります。で、えー、オンラインカジノとかね、インターネットでのカジノは犯罪ですみたいなね、えー、ことも、 警察庁から出てますけども、実際どの程度の犯罪なのかってことなんですよ。えっ、ー、とね、現実にはね、ものすごい低い確率です、逮捕されるっていうのは、例えば300万分の1ぐらいの確率です、今のところね、で、しかも、基本的には、賭博場をオープンした人に対する罰則ですから、そこに参加していた人は特にね、罪に挙げられることはないんですよ、ただ、一応取り調べをしないといけないって形で、逮捕状が出る例はあります。 でも逮捕状が出たところでどうなるかっていうと、今までの例で言うとね、そのまま略式って言って、罰金払ったらもうおとがめなし、裁判も何もしませんよって感じです。で、罰金が50万円以下なんで、実質的には10万とか20万払って、はい、終わりっていう感じなんですよ。うん。で、どうしても罰金払いたくないし、自分が、その、ギャンブルをしてるからって言ってね、 罪になるのおかしいって戦った人は、結局、今までの例で言うと不起訴になってるわけですよ。ね。不起訴ってことは何もなしってことですよ。逮捕はしたけど何もなしみたいな。書類送検して調べたんだけども、もうこれいいよと。無罪褒めにしちゃえよみたいな感じですよね。<laughs> だから、逮捕したとか、書類送検っていうキーワードは踊るんですけども、 逮捕とか書類送検って事情を聞くために来てくださいって言われただけですからね、書類送検は警察が集めた書類を裁判所に送ったというだけうん、だからなんかね、とんでもない罪を犯したみたいなイメージになっちゃいますけども、実際は生活にあんまり変わりがないんですよ。で、すぐに、えー、そういった記憶も薄れていきますんでね、当事者の方も。なんてことはないわけです。で、特にね、賭博っていうのは、賭博を開いた人と、そこに参加した人の両名を、 罰すするってことははまあななくはないんですけども主には賭博をその場所を開いた人に対する罪なんですよね。じゃあ、そうなったときにオンラインカジノって海外の業者が日本人向けにやってる場合どうなるかってことなんですけども当然、海外の業者は罰せられません、日本の法律が及ばないからです。じゃあ賭博場をオープンした人が 罰せられなくて無罪方面で捜査も入ってない、逮捕もされてないのに、なんでそこにね、日本からアクセスしたインターネットの利用者が逮捕されるんだってことで、これはなかなかね難しい解釈になってくるんで、よく分かんないようなね、とりあえずオンラインカジノするな、ギャンブラするなっていうふうにお達しは出るんですけども、実際やったからといって、まあ、その処分に困るって感じですよね。ははい、私はオンンラインカジノやってましたでも どんな罪でどういうふうなあの判決を下せばいいのか、これ分からないんで裁判所も手を焼いてるってことですよね。だから警察ももちろん逮捕まではね、いろんな言いつけでできるんですけども、その後の処理に困るんですよ。で、そんなところに人員を割く余裕もないですし、結局それに固執しても、作業が、警察内部の作業が遅れるだけでね、いいことは全くないんですよ。しかも、実際に何か手柄になるわけじゃないと。だって罰金が取れるわけでもなければね、それによって、 懲役を課せるわわけけででもももななくてうううどうしようもないわけですよいすだから、やってらんないっていうのが正直なとこじゃないですかね。ただ、だからといって私はね、オンラインカジノやりましょうって進めてるわけではないんですよ。ここまで私が見てきて、聞いてきて、なるほど、そういうことなのかっていうふうに思い出したことをぼんやり話してるだけですからね。だから、オンラインカジノやると、もっとね、あの深刻な問題があります。それは中毒です。<laughs> ね、中毒になってやめられなくなったら、困るでしょ それは中毒になって困るのは恋愛でもそうですし、いわゆるね、インターネットにつないで海外の違法なね、まあピンク映画見てるのも中毒になってる人多いでしょそれも困ったもんじゃないですか。さらにはなんか甘いものをね、食べなきゃ気が済まないみたいな中毒とか飲酒、お酒を飲むアルコール中毒とかね、中毒って山ほどあるんですよ。だからどれも生活を壊すんでダメですよ。良くないよねってことになりますけども、片方ではね、自分の人生を 捧げらられれれれるるぐいい夢中になななななようなものってなかなかないんでそれはそれでそそは幸せだと思うんですよねだってアイドルの追っかけに夢中になって生活が破綻するっていうのもあるわけでしょでもそこには何の罪も当たらないわけじゃないですかじゃあアイドルの劇場をオープンした人何かの罪に当たりますかそこで高額なチェキを売ってる人ね罪に当たりますかうん 10代の子のね、水着の写真集売ってる人がなんか逮捕されますかとか言ったらそうじゃないでしょ。でも中毒は確実にそういうところにもいるわけですよ。どんなところにも中毒はいますよ。で、賭博ってのは分かりやすい中毒のやり玉に挙げられやすい例なんで、パチンコ、スロット、競馬、競輪、協定みたいなのが攻められてるんですけども、公営ギャンブルって言ってね、国が司さどっているギャンブルっていうのは、そのまんま天下りの対象にもなってますし、 なくしたくないんで、イメージをとにかくね、良くしよう良くしようと思って、芸能人使ったりね、なんか車椅子を買ってますとかやったりとか、一生懸命してるんですよ。うん。でも、オンラインカジノについては、海外の業者がやってるんで、全然中間搾取ができないし、天下り先もできないんで、そういったところに人が流れるよりも、まあ、ボートとか、協定とか、競輪みたいなね、自分たちの官僚の天下り先に、うまみがあるようなところに人を流したいんでしょうね。 どんなところですかね。はい。皆さんどうお考えになるのか。私とは違った考えの方もいると思います。それでよろしいかと思います。私は皆さんの考えを先導してるわけではなくて、まあ、無数に見える現象の一つの解釈を申し上げたっていうところですね。それでは。